はい、皆様こんばんは。最近ですね、理論科目の勉強法についてご質問いただくことが多かったので動画にしてみようと思います。実際私は理論科目を得点源にしておりましたので参考になるかなと思っております。それでは行きましょう。理論科目はですね、興味を持つということが全てだと私は思っています。理論を単純暗記しようとすると膨大な量をですね、単純に暗記していかなければならないのでかなり厳しいんじゃないかなと思ってます。私はこういったことはしてなかったんです。理解すること、背景を知って結論の根拠を意識することを非常に大切にしていました。ここを意識して勉強してましたね。よく私がやっていた方法っていうのはですね、理論を勉強している際に翌日にこの分野についてクライアントにコンサルする、相談に乗ってアドバイスするといった状況を想定して勉強していました。明日プロとしてクライアントにアドバイスするとなると、単純に暗記した知識を吐き出すだけではダメで、その知識を使ったアドバイスが必要になりますね。コンサルできる状況かを自問自答しながら理論科目は勉強していました。ちゃんと背景まで理解してるかと自問自答してましたね。はい、理解していけばですね、いつの間にか覚えてるものですし、まあ、あとですね、実際試験当日に覚えていれば問題ないわけですよね。試験当日に精度の高い知識を保持していればよくってですね、試験例えば1ヶ月前くらいまでは理解に徹した方がいいと思うんですよね。私は細かな暗記はラスト1ヶ月で詰め込むと、これがですね、私が実践していた理論の勉強法です。理解してればですね、ラスト1ヶ月の暗記は楽なんですよ。逆にですね、単純暗記ばかり早い段階からやってるとですね、知識、記憶をですね維持させる作業に時間を取られてしまって非効率的になりますので、ここは注意した方がいいかなと思っています。以上となります。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。